ほらあったじゃん12年前のグランシアコークのさアリゾナに落っこったやつ。あれね、高田さんはシフトされてたんだって。でも体調崩してスタンバイに入ってたパイロットが代わりに飛んだらしいんだけど、今もその事故と戦ってんじゃねえかな、きっと。もうどうしたの？おい、いや俺なんか言った？いや俺ただ帰る。ちょっと待てよ、なんだよ急に。なあ、いや俺なんか言ったのね。ごめん。いや、ねごめんじゃ分かんねえって。ごめん。ちょっ、私お父さんとお母さんの命日に届くあのお金、お金なら全部銀行に預けてあるよ。だって誰がくれたか分かんないお金使えないもんね。すいません。はい、小川さん。ああ、小川ですか。いや、あの先週ね飛んだ958のいや FMC についてちょっと聞こうかなと思って。小川なら訓練の準備で訓練センターに行ってますけど。あ、そうか、今週から訓練だっけ。 FMC についてなら自分が答えできますか。いや大丈夫です、もう自分フライトなんで。またにします。お疲れです。今日はソウルだ。ランディング気合入れていくぞ。
なんでですか。あ、修学旅行のチャーター便だからです。そうじゃないよ、昔別れた女アンジェリックと5年ぶりに会うからね。関係ないじゃないですか。ランディングとは関係ない。おはようございます。おはようございます。おはようございます。これからフライトが、はい、ソウルです。あさって緊急脱出訓練がある。忘れないように。何見とれてる。見とれてないっすよ。行きましょう。教えてよ。心地ない。じゃあ今度ね。お待たせいたしました。そこのスチュワーデスさん。はい。操縦席行って見せてもらえませんか。お、俺も見て。すいません、操縦席はお見せできないんです。ねえ、パイロットってさ、かっこいい。どんなやつが運転してんの。なんとかなりませんか。お願いします。コックピットの見学ですか。はい、どうしてもパイロットが操縦しているところを見たいとおっしゃられまして。ミスター・クローバー太田ちゃん、何言ってんの。そんなことできるわけないじゃない。ああ、いや、それは存じ上げておりますが、あの、ですからせめて一言アナウンスで声をかけていただければ喜ばれるかと思います。どうしちゃったの太田ちゃん。そんなことキャビンにうまく片付けちゃったよ。そうですね、そうですよね。申し訳ございませんでした。